ワイズダンはアメリカ合衆国で生産、調教された競争馬。2010年代の前半にアメリカのシバマイル路線で圧倒的な強さを誇り、タイタン・オブ・ザ・ターフの異名を取った。2012年2013年エクリプス少年度代表馬、同彩優秀コボバ、同彩優秀シバボバ。各競争の出展については競争成績の節を参照。 モートン・フィンクというオーナーブリーダーによって生産され、チャールズ・ロプレスティ調教師に預けられる。ワイズ・ダンが入級した時には、半兄のサクセスフル・ダンもロプレスティ級者に所属、前年に G3 ノーザン・ダンサーステークスに勝利するなど、活躍していた。サクセスフル・ダンは、戦後まであったが、ワイズ・ダンもデビューを前に虚勢されていた。フィンクによると決闘が平凡なためシュボバとしては、 価値が出にくいだろうと考えて虚勢したということである。2010年2月26日のターフウェイパーク競馬場の未勝利戦でフェルナンド・デラクルーズを安城にデビュー。2番人気での出走でストレートで後続に差をつけて勝利したと思われたが、そこから失速して5着に敗れる。1ヶ月後、同じターフウェイパークでの未勝利戦に安城をジョン・マッキーに変えて再び出走。 今度は一番人気に応えて15馬身1、4差をつけてのぶっちぎりで勝利した。3戦目はチャーチルダウンズ競馬場に移って5月のオプショナルクレーミング。安城は2位、サクセスフルダンにも起乗していたジュリアン・ルパルーで一番人気を背負って3位、2馬身差をつけての楽勝。この後はしばらく休養に入り、10月、 キーインランド競馬場のフェニックスステークスを4戦目とした。暗状はラファエル・ベ・ハラーノ。1ヶ月前のビジルステークスに勝利していたハリウッドヒットが1番人気。サクセスフルダンが勝ったノーザンダンサーステークスの2着馬でこの年のカーター・ハンデキャップの勝ち馬、ウォリアーズ・リオードが2番人気。グレードレース初挑戦のワイズ・ダンは4番人気だった。道中4番手で進み。 直線に入って、前を走るハリウッドヒットを徐々に追い詰めハンバシン、差し切ったところでゴール。勢いに乗る陣営は11月、チャーチルダウンズで開催される BC スプリントへ、ワイズダウンを出走させる。前走、ボスバーグステークスに勝利してきたジローラモが1番人気。AG バンダービルォア4ーステークスと G1 で2戦、連続2着になっていたビッグドラマが2番人気。 この年のビングクロスビーステークス、エージェントタイトルステークスの勝ち馬、スマイリングタイガーが3番人気、ワイズダンは9.7倍の6番人気だった。レースはビッグドラマが逃げを打ち、ワイズダンはバグン中段で追走する。ストレートに入って最内から前を追いかけるが伸びず、後ろから来た馬にもかわされて6着に終わる。レースはビッグドラマがそのまま逃げ切った。 BC スプリント敗北後2 1月末のオプショナルクレーミングに、再び、ルパルーが起乗して勝利。3歳シーズンを6 0 4勝の成績で終えた。4歳シーズンは4月のコモンウェルスステークスから始動。1番人気で挑んだものの2番人気で、前年の BC ダートマイル8着場エーケナイトから5場新札ケラルテの4着に、完敗 続けて5月のアリシーバステイクスに6番人気で挑んで前年の BC クラシック8着はファーストデュードから4馬身以上付けられての8着。立て直しを図って6月のオプショナルクレーミングに出走するがこれもまた4着に敗れる。ここで初めて芝競争のファイアークラッカー H に機種をジョンコートに変えて出走。ワイズダンは6番人気まで人気を落としていたものの1番人気の ィキシーステークスに着馬バリシニコフに二三四馬身つけて、レコードタイム1、34.59で解消。その後、9月のプレスクアイルマイルエースに勝利した後、10月のシャドウエルターフマイルステークスに出走。このレースには、前年の勝者にして、エクリプス賞最優秀ボバウマ、同志バボバのジオポンティが出走しており、当然の一番人気。 アイルランドから遠征してきた前年のアイフェニックスステークスの勝ち馬、ゾファニーが2番人気、ワイズダンは6.5倍で3番人気。金佐の4番人気に前年のサンターニタダービー勝ちのシドニーズキャンディがいた。レースはシドニーズキャンディが逃げ、ワイズダンは3番手、ジオポンティが4番手で進む。直線に入ってワイズダンは ジオポンティと共に進出を図るが、伸びていくジオポンティに対して、ワイズダンはじりじりとしか差を詰められず、差し切ったジオポンティから一馬進一、二差の四着に、敗れた。シャドウエルターフマイル後、再び戦場を、オールウェザーに、キシュモル・パルーに戻して、初めての旧ハロン戦となる10月末の、ファイエット・ステークスに出走。 この年のスティーブン・フォスター・ハンデキャップに着馬、ミッション・インパジブルが1番人気、ワイズ・ダンが2番人気。一般戦を勝ち上がってきたヨーヤ・ビッグ・タイムが3番、人気、G1 競争2勝馬、ゼネラル・クォーターズが4番、人気だった。レースでは、道中3.4番手で進み、4コーナーからスパートをかけて、ストレートで先頭に立つ。その後は差を広げていき、 二着イオやウィッグタイムに四馬審査つけて、完勝。グレードレース三勝目を挙げた。さらに11月の G1 クラークハンデキャップに、ジョン・ベラスケスを乗せて出走。以後、基本的に、主戦機種はベラスケスになる。ジョッキークラブ金牌価値のフラットアウトが123ポンドの、トップハンデ勝つ一番人気、ワイズダンは5.5倍の二番人気で120ポンド、 この年のベルモントステークス勝ちで、b c クラシック5着馬のルーラーオンアイスが同じく2番、人気、ハンデは118ポンド、ミッションインパジブルが4番人気で116ポンドだった。レースは8番人気、ウィルズワイルドキャットが逃げ、ミッションインパジブルがそれに続く。ワイズダンは3番手でレースを進め、ストレートで先頭に立ち、そのまま3を広げて、ミッションインパジブルに33。 4馬審査付けて完勝。G1 初勝利を飾った。ちなみに、前年のこのレースで2位、サクセスフルダンが1着入選しながら3着公着になっており、ロプレスティは去年は本当にがっかりした。なぜ公着になるのか理解できなかったが、彼らの意見を尊重した。今年は公着しないようにすると冗談を言っていたら、素晴らしい馬と共に夢が帰ってきた。 と言っている。4歳シーズンは8 0 4勝。クラークハンデの後に、ワイズダンは、放牧に出されて、休養に入った。5歳シーズンは4月の G3 ベンアリステークスから始動。ワイズダンは、圧倒的な一番人気。レースはいつもとは違い早々に先頭に立って、ストレートに入ったところですでに7馬身の差をつけていた。その後も差は開いていき、 ガルフストリームパークターフハンデ3着馬、ビッグブルーキットゥン20バシに1、2差をつける圧勝。タイムも1時46分43秒のレコードで、さらにこのレースでのワイズダンのベイヤー指数117は、オールウェザーでの記録としては、歴代1位であった。時走は6月の G1 スティーブン・フォスターハンデキャップ。ワイズダンは123ポンドのトップハンデながら1.9倍で、 断然一番人気。前年のケンタッキーダービー二着バネイロが118ポンドで2番人気。スキップアウェイステークスカチューまで後にこの年の BC クラシックに勝利するフォートラウンドが117ポンドで3番人気。ここまでグレードレース3連勝中のオルタネーションが122ポンドで4番人気だった。レースはいつものように3番手で進み。 ストレートで逃げる7番人気のネーテスマインシャフトを追いかけるが、再打ちを進んできた5番人気、ロンザグリークとの競り合いに、首差破れての2着に終わる。この敗戦以降、ワイズダンの出走するレースはすべて芝のものとなる。8月、サラトガ競馬場の G2 フォースターデーブハンデキャップに出走。ワイズダンは1番人気。 シューメーカーマイルステークス5着馬、コーポレートジャングルが2番人気、ワイズダンも出走した、前年のシャドウエルターフマイル2着馬ゲットストーミーが3番、人気。レースは、ゲットストーミーが逃げて、ワイズダンは3番手て追走。ストレートに入って、ゲットストーミーをかわして最後は、コーポレートジャングルに5馬審査をつけての楽勝。続けて9月カナダウッドバイン競馬場の G1。 ウッドバインマイルステークスに出走。ワイズダンは121ポンド1.55倍の1番人気。イギリスから遠征してきたドバイデューティーフリー勝ち馬、シティスケープが123ポンドのトップハンデで2番人気。ジーニプレイザーキングステークス勝ちのビッグバンドサウンドが121ポンドで3番人気。ここまでグレードレース2勝のハンターズベイが4番人気。レースは いつもの通り3番手で進み、4コーナーで先頭に立ってそのまま差を広げていき、ハンターズベイに3馬身1、4差をつけて勝利。2012BC マイル先頭をかけるワイズダンさらに、前年に敗れたシャドウエルターフマイルに出走。ワイズダンは1.6倍の一番人気。この年のメーカーズ46マイルステークス勝ちのデータリンクが2番人気、アメリカンターフステークスなど、 ここまで、グレードレース参照のシルバーマックスが3番人気。このレースでは5枠に、ワイズダンが入っていたが、スタート直後に2枠にいた5番人気ダブルスパートナーが、右に、車高、3枠4枠の馬も順に押されて車高。これで、ワイズダンも押されることになり、いつものような先行策は、取れなくなった。しかし慌てることなく、徐々に順位を上げていき直線で先頭に立つ。 いつもとは違って後ろから来たウィルコックスインに多少差を縮められたものの2馬身1、4差をつけて勝利した。そして大一番のサンターニタ競馬場での b c マイルを迎える。ワイズダンは2.8倍の一番人気。クイーンエリザベス二世ステークスなど G1 競争参照でフランケルのライバルの一頭として知られるエクセレブレーションが2番人気。モーリス・ドギース賞連覇。 ムーランドロンシャンショー価値のムーンライトクラウドが3番人気。グレードレースに連勝中のオブビア3が4番人気。前年のケンタッキーダービーはアニマルキングダムが5番人気だった。レースはオブビア3が逃げ、ワイズダンは定位置の3番手追走。直線に入ってもオブビア3が粘っていたがこれをかわす。後方待機策を取っていたアニマルキングダムが迫ってくるが一馬身1。 に差をつけて、抑え込み勝利。名実ともに、アメリカの芝王者となった。5歳児は6戦五5勝で、エクリプス賞年度代表馬、同歳優秀コバウマ、同歳優秀芝ボ馬に選ばれる。エクリプス賞で同年に3部門制覇は1981年の、ジョン・ヘンリー以来、過去に、芝馬で年度代表馬に選ばれたジョン・ヘンリー・コタシャーンなどは、 どちらも12ハロンでの活躍場であり、芝野マイラーが年度代表場に選ばれたのは初のことであった。6歳シーズンは4月の G1 メーカーズ46マイルステークスから始動。ワイズダンは123ポンドの1.4倍で一番人気。前年のこのレースの勝者デ得タリンクが120ポンドで2番人気、サービューフォートステークスカチューまで。 前走フランク E キルローマイルハンディキャップで2着のサイレンティーノが118ポンドで3番人気。レースはいつものように3番手追走。ストレートで逃げるサイレンティーノをかわして先頭に立つ。後ろからデータリンクが迫ってくるが一馬身の差を保ったままゴール。次走は芝では初めての旧波論戦となる5月の G1 ウッドフォードリザーブターフクラシック。 ワイズダンは124ポンドのトップハンデで1.6倍の1番人気。フェアグラウンズハンデキャップなど、ここまでグレードレース参照のオプティマイザーが120ポンドで2番人気。前年のシューメーカーマイルステークスカチウマ、ジェラニモが122ポンドで3番人気。レースはいつもの通り3番手追走。ストレートで先頭に立って2着オプティマイザーに4馬身、3、4差つけて楽勝。 翌6月は、前々年の天気となった、ファイヤークラッカーハンデに出走。ワイズダンはこれまでで最も重い128ポンドを、かされるが、当然の一番人気。前年のコモンウェルスターフステークス勝ちのリーが二番、人気。レースは四番手追走からストレートで先頭に立って、リーに二場審査をつけての勝利。一ヶ月半の間を空けて、 去年と同じフォースターデーブハンデに出走。ここも一番人気で、三番鉄位層から抜け出して三番、人気、キングクリーサに一馬身一、四差つけて、連覇達成。そして九月のウッドバインマイル。ワイズダンは1.25倍の一番人気。この年のシューメーカーマイルの二着はザープロワルが二番、人気、英国馬トレードストームが三番人気だった。レースは、 いつもの通り3番鉄追層から直線抜け出しでザープローバルに3馬身1に差し付けての優勝。連覇を達成。続けてこちらも連覇がかかる10月のシャドウエルターフマイルに出走。1.5倍の1番人気。前年も2番人気だった。シルバーマックスが2番人気。アコクーマウィニングプライズが3番人気だった。このレースは前日の大雨の影響で、 芝コースが使えず、急遽、オールウェザーでの開催となった。レースは、シルバーマックスが逃げて、ワイズダンは道中で2番手に上がる。直線で追い出しにかかるが粘るシルバーマックスとの差は、縮まらず1馬身1、4差つけられての敗北。予想外の敗北となったが、予定通り連覇を目指して、b c マイルに出走。ワイズダンは1.8倍の1番人気。 欧州から遠征してきた、クイーンエリザベス2世、ステークスカチューマオリンピックグローリーが2番人気、ジーニシティオブホープマイルステークスカチューマのオージェットラグが3番、人気だった。レースはいつもとは違いバグン候補7番手で追走。ストレートに入ったところで3番手に上がり前を行く、ザープローバルを追走。ザープローバルが粘るが3、4馬身差して勝利。 史上4頭目の BC マイル連覇を達成した。この勝利により2年連続でエクリプス少年度代表馬、最優秀コボバ、馬、最優秀シバボバを受賞。2年連続エクリプス少年度代表馬は史上6頭目、2年連続で3部門受賞は史上初となった。ゴルディコバ以来の BC マイル3連覇を目指して、翌年も現役続行。 7歳シーズンも前年と同じくメーカーズ46マイルステークスから指導。ワイズダンは123ポンドのトップハンデ1.4倍で1番人気。ザープローバルが118ポンドで2番人気。ガルフストリームパークターフハンでガチの6手が120ポンドで3番人気だった。レースは4番手追走で直線で逃げる6手をかわして突き放す。 ここで最低人気で最高峰を追走していた海軍が猛追してくるもののハンバシンを抑え込んで勝利。連覇を達成。続いてこれも前年と同じターフクラシックに出走。ワイズダンは124ポンドのトップハンデで1.5倍の一番人気。前年のハリウッドダービーカチウマのシークアゲインが122ポンドで2番人気。海軍が118ポンドで3番人気だった。 レースは3番手位層で、直線で先頭に立つ。うちをついてきた、シークアゲインと激しい競り合いになるもこれをかしらさ、抑えて勝利。このレースの2週間後の5月16日、ワイズダンは調教後に急に戦痛を起こした。超年点と診断され、ルードアンドリドル動物病院で緊急回復手術が行われるが無事に終わった。 復帰戦は8月の G2 バーナードバルークハンデキャップとなった。レースは4番手追走で直線で先頭に立つ。後ろからオプティマイザーが追い込んでくるが離さを抑え込んで勝利。自走は前年2着のシャドウエルターフマイルに出走。シークアゲインが2番人気、海軍が3番人気だった。レースではワイズダンは珍しくで遅れてしまい、道中は6番手追走となる。 直線に入ったところで4番手まで上がり、前を追いかけてキングエドワードステークス勝ちのグランドアーチを一馬身差し切って勝利。自走についてロプレスティは3連覇のかかる BC マイルではなく、BC クラシックに出すことを考えていた。しかしシャドウエルターフマイルの8日後に、うぜ足首に軽度の骨折が判明し、BC クラシック制覇も BC マイル3連覇も夢と消えた。 その後も復帰を目指して状況が続けられていたものの、一年後に、今度は骨折とは別の箇所に、屈腱炎を発症。2015年9月7日に引退が発表され、10月3日に、金ンランド競馬場で引退式が行われた。引退後は、ケンタッキー州にある、ロプレスティ所有の牧場でニーサクセスフルダンと共に、過ごし、2019年に、 功労は保護団体をレドフレンズに引き継がれた。2016年にはカナダ競馬伝道に選出された。またワイズダンの功績を称えてファイヤークラッカーハンデがワイズダンステークスと解消された。そして2020年にアメリカ伝道入りした。記述の通り2年連続でエクリプス少年度代表馬最優秀ボバ馬最優秀シバボバに選ばれている。 二年連続三部門受賞は史上唯一。ワールドサラブレッドランキングでは2011年には121ポンドで38位。2012年は129ポンドで5位。2013年は129ポンドでブラックキャビアトレブに次ぐ3位。2014年は124ポンドで11位となっている。その圧倒的な強さは誰もが認めるところであったが、 一方でその強さがゆえに、なぜもっと長い距離ないしダート競争に挑戦しないのか、という声もあった。これに対してフィンクとロプレスティもワイズダンをダート競争に出すことを検討していたが、実現せずに終わった。父ワイズマン S フェリーは、現役時代16戦4勝で G3 を2勝している。タネボバとしては、ワイズダン以外には G2 を3勝。 ワイズダンが連覇した2012年2013年のウッドバインマイルで2年連続4着に入ったライディングサ・リバーを出し2015年に16歳で死去した。母、リザ・ダニエルはワイズダンと同じく現役時代はフィンクの持ち馬として走って7戦1勝。ちなみにリザ・ダニエルという馬名はフィンクの孫娘から取られたそうである。 一歳上のハンアニサクセスフルダンはグレードレース4章の活躍場で2010年のクラークハンデキャップでは1着入選したが3着に後着になっている。他にもホイットニーハンデキャップで2着など G1 でも検討した。ボフールフパワーは南アフリカサンバで同国の年度代表場にも選ばれたことがある。1984年に アメリカに輸入されてタネボバとして38のステークスウィナーを出して成功を収めた。代表3区としては1993年のサンタモニカハンディキャップに優勝したフリーダムクライがいる。メス系では母のハミアネカーソナはハリウッドオークス3着馬でその子にグレードレース2勝のサイフォンシティ。ヒリババラキオーラはフランス3馬で後に日本に輸入されている。 ラキオーラの半アニに1973年のフツ、ダービーバ、ロアリア、四大母コリーラのひ孫に、デュパン賞価値のクダス、同じくコリーラのひ孫に、G2 時代のオペラ賞連覇など、グレードレース5賞のアソカなどがいる。ありがとうございます。